ちびチャンネル。はい、こんにちは、ちびかなです。今回は東海キングスに来ました。愛知県新城市、新城市か新城市にある東海キングスです。まずあそこでフリーランをブラシ講習をやっていきます。あ、ここだ。ここでブラシ講習やります。ブラシを滑る練習して、スモール、ミドル、ビッグっていう感じでジャンプしていこうと思います。はい、早速やってみましょう。こういうカートが、カートもあって、これで送り迎えしてくれます。だから歩かなくていいんですよ。楽ちんですね。雪と似てるとはいえ、雪とはちょっと違うので、そのブラシでの滑り方をここでちょっと練習します。まずは前向きで滑ってみます。なんか本当はブラシ講習っていうのがあるんですけど、スタッフの方にブラシの滑り方を丁寧に教えてもらえます。まあ私はプロなんで、そんなこと必要ないんで勝手にやっちゃいます。いいでしょう。早速ジャンプ飛んでいきます。これは3メートルぐらいのポコジャンになってます。どうでしたか？久しぶりだと怖いですね。水まきすぎてびしょびしょになった。次はね、頭にカメラつけて撮っていきます。冬感は3メートルちょうどいい。多分初心者はもうこれでガンガン練習した方がいいと思う。高いの無駄に飛ぶより絶対ちっちゃいので回数いっぱい飛んで、本当に上手くなってから大きい方にチャレンジしていった方が練習効率はいいかも。何メートル？5メートル。5メートルぐらい。ドキドキする。よし。行きまーす。どうでしたか？今ね、5メートルだと思ってね、5メートルの気持ちで行ったら8メートルぐらいの浮遊感で色っぽい声出しちゃったわ。みんなを誘惑しちゃった。全然カメラに入ってないけど。何が？声は。あ、そうなの？どんな声？
じゃあ次は目線カメラで飛んでみます。楽しい？久しぶりの感じだね。空飛んでる気がする。今なら鳥になれる気がする。非現実的だね。ここでは現実を忘れられるかもしれない、はたまた現実に引き戻されるかの、どちらかですね。どういうこと？うまくいかなくてさ、なかなかそれが現実だと。俺ここに行けば鳥になれると思って来ても全然飛べねえじゃんっていう、現実に引き戻される人もいるかもしれないじゃん。そういうこと。静止音がスモールからこっち来ると全然違う。めっちゃ飛ぶ。浮遊感はがっつりある。だからスピンの練習はあっちでして、行けるようになってからこっちで練習した方がいいかも。やっぱ楽しいね、こんぐらいのサイズになれば。なんかちゃんと飛んでる感じする。次何やるの？ストレート。フェイクやってみよう。次最後、なんとフキッカーになります。ここ何メートル？ここおそらく10メートル。あ、10から12らしいです。9までがおすすめらしい。でここね、急にドロップが急になるんでちょっとドキドキしてます。ドキドキ。まあプロだからね、こんなもんサクッと決めちゃいますよ。全然怖くない、全然怖くない。じゃあ行きます。1本目、ドロップ。ここでビデオチェックもできます。まあこんなもん怖くないっすよ。全然オフピックだと思わなかった。ミドルかと思ったわ。何メーター？何メーターぐらいやった？12ぐらい。12はもうミドル。うん、ピックはね18メートルからでしょ。海外さすが。18メートルしか飛んだことないけど。18メートルしか飛んだことない。それ以上ない。楽勝。どうですか、4つ飛んでみて。4つ？ 3 つしか飛んでない。飛んでみて勇敢あるからめっちゃ上に上がるんですよ。だからなんか気持ちいい。練習になる。ちゃんと練習になるでしょ。ピックの洗礼を受けました。こんな感じです。3つ飛んでどうだった？3つ飛んで楽しかった。なんかはっきり違うから、サイズ感が全然違うから、一つ一つ練習して段階踏めますね。トイレも綺麗で、綺麗なシャワーもあるし、カートもあるし、この自然に癒されるし、は
たまに飛んでるちっちゃい虫たちにも癒されるし最高ですね。ちょっとこの後練習だけしていこうと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。 Peace out。飛んでるちっちゃい虫たちにも癒されるし最高ですね。